真の刃を振るわん。ソン将校、行くわよ。拙者に任せてもらおう。ここでも追われているのか、ダッキー。誰かと思えば、戦艦の大工房さんじゃない。オロチと共に戦艦を脱した罪、償ってもらおう。ごめんね、古汚いところに戻るつもりはないの。せいぜい我が手中で踊るがいい。魔王オロチ亡き後、乱世の風は完全に止まったかに見えた。だが次なる風はすでに吹き始めていた。オロチの残党が各地で徴領し、呂布、董卓、伊達政宗らは戦をやめず、魏の曹操も兵を挙げた。これらの旋風はやがて騒乱の嵐となって吹き荒れた。そしてその嵐は平和な日々を過ごしていた劉備率いる諸侯をも飲み込もうとしていた。かねて書物で拝見していた仁君、劉備殿と共に過ごし語り合える日が来ようとは。玄徳公はマロも迎えてくれたの。まことに仁君じゃの。何度英雄と語り合えて私も嬉しい。ゆっくりとくつろいでいただきたい。殿、オロチ神王、逃亡していたダッキーが石庭に潜伏しているのを発見いたしました。ダッキー、あの者を放っておけば再び世は乱れ、民や兵が苦しむことになる。諸葛亮、私はダッキー討伐に向かう。そなたは留守を引き受けてくれぬか。オロチとの戦で私は皆に救われた。次は私が皆のために働く番だ。承知いたしました。留守はお任せください。勝利の方を心待ちにしております。将校殿、急いでは危険だ。自重されよ。玄徳様と一緒に戦える、そう思うとなんだか嬉しくて。将校殿、では共に行こう。世の安寧を乱すダッキー、進むのだ。
初めて見るわ。お手並み拝見ね。さらゆうご、ちょっといたずらしてみようかなと。なんだ、いぜーら術にかかりやすい人ばっかり。私に任せてください。今のうちに始末しちゃって。してやられた。敵将撃ち取ったり。見事です。魂ごと潰してくれるわ。陣のために腐れてたまる。敵将撃ち取って。お見事なイカブリ。砦の中から何やら不気味な呪文が聞こえます。私に任せて。術者はそこか。拙者が有効。急ぎ砦を落とすのだ。参るぞ。この恨み忘れぬ。敵将撃ち取ったり。見事です。残念でした。簡単には入れてあげられないのよ。私に任せて。さあ来い。ひねり潰してくれるわ。我が力存分に味わいたい。参るぞ。あがくがいい。敵将撃ち取ったり。見事な一撃。せいぜいあがくがいい。敵将撃ち取って。はい。素晴らしいですね。休養期は私のことよ。貴様の血肉くらい潰してやるわ。敵将撃ち取ったり。お見事。拙者が有効。不要ですかな。その奮闘我々の力になります。レス、よかろう。敵将撃ち取ったり。見事です。人間ども、惑え惑え。入るぞ。みんな私に任せてよ。まあよかろう。敵将撃ち取ったり。素晴らしいですね。撃ち取ったり。お見事な戦ぶり。陣のために。皆私に力を貸してくれ。次に会った時が貴様に落ちる。一緒に撃ち取ったり。貴
素晴らしいです。拙者は勇者だ。見事なドリブル。解いといたみたいね。楽しくなってきたな。そろそろあの人の出番かな。トータクさん、お仕事よ。敵さんを踏みつぶして。進め。優美なんぞは叩きつぶせ。副陛下、みんな落ち着いて迎え撃つな。おおお、敵将撃ち取ったり。おきなぁ、何用ですか。ほら、俺が相手になるぜ。なんて強さだ。君のために敵将撃ち取ったり。素晴らしいですね。大徳のもとには行かせんよ。うまくことが運んでいるな。さて、ダッキーはあの鳥で。私に任せて。久々に強敵と会えたわ。敵将撃ち取ったり。お見事な戦ぶり。さあ陣のために。素晴らしいですね。素晴らしいですね。門は開けさせてもらおう。ダッキー、名数が尽きたな。あれ、門が開いちゃった。なんだ、誰。拙者が行こう。何者か入って。陣のために。敵将撃ち取ったり。見事です。あなたもいたんだ。相変わらず陰険だね、坊や。減らず口も今日までだ。お前の名数、今ここに立つ。この戦は乱世再来の序幕。この大徳の力、来る世の希望を担うこととなろう。私の敵に任せてあげる。下手ぞ、ダッキー。陣の刃に打たれるがよい。ふーん、割と強いのね、劉備さん。見直しちゃった。敵将撃ち取ったり。おかしな人が来たおかげで予定が狂っちゃったわ。援軍感謝いたす。私は劉玄徳、貴公の名を伺いたい。丁寧な挨拶、痛み入る。私は太公望、ダッキーを追う者だ。先の戦ではダッキーの目を貴公に向けさせ、慢心したところを捕らえようとしたが、貴公の予想外の検討により計画は頓挫した。喜ぶべきか悲しむべきか。お前投げる。
落ち着くのだ。ラッキーは逃げられたが、戦には勝利した。こたびはそれでよかろう。太公望殿、我らの目的は同じようだ。共にラッキーを打ち果たそうではないか。そのように切望されては無下に断れまい。劉備将軍、同行させていただこう。大徳、小生も行こう。この者頭は切れるが少々扱いが難しい男。